電波少年シリーズ死ぬ。電波少年電波少年的放送局電波少年的放送局は日本テレビのテレビ番組死ぬ。電波少年の企画として2002年4月に CS 日本で放送を開始した衛星放送のチャンネルである CS110 度デジタルで 006CH。視聴料は消費税抜きで月額800円。後の アクスンミステリーへの原点となるチャンネルである。コールサインは熟奇士 TV。通常 CS 放送にはコールサインは設けられていないため効力はない。なおジャンクションの BGM には日本テレビのジャンクションである鳩の休日の一部が使われていた。試験放送中は出題から3日間経たないと答えられないクイズ番組。 多分世界で一番難しいクイズだったが、4月1日より、室井シュゲルを強制的に局長に迎え、窓がなく、出入り口も溶接で開けられないようにした、完全密室の中での生活の様子を24時間の生放送形式に変わった。以後は、室井シュゲルをはじめ、多くの女性タレント等が中心となり、交代でキャスターとして生活を放送していった。この間にも、 数多くのゲストも来ている。なお、出入場時は出演者、ゲストともアイマスクをされと、堀部圭介はアイマスクせずにで入場でき、天井から上下される形となった。また、放送局とネーミングされているだけあって、専属のアナウンサーや天気予報士、それに専属アーティストも募集していた。食料や生活必需品の調達は、営業部の中ンとジニーが、 企業に出向いて商品を宣伝する代わりに無料で調達する形を取った。電波少年に毛が生えた最後の生鮮終了後も放送が続けられたが加入者が伸び悩み2003年6月30日放送分で閉局。これで電波少年シリーズは完全に11年間の幕を下ろした。また電波少年的放送局のホームページは数日で閉鎖されている。 その後、日本テレビ編成部長の土屋敏夫が、第二日本テレビを任されると、一部に、電波少年的放送局のコンセプトを取り入れるなど、CS からブロードバンドへフィールドを変えながらもリベンジを、行っている。閉局後本チャンネルはその後、パンチクラブとしてリニューアルされ、その後ファッション TV、ホックスプラス、ホックスムービープレミアム、アクスンミステリーとリニューアルされ現在に至る。 他、コールサインにも登場するがその中で変形し女性の裸体になるという、いかにも電波少年らしい演出となっている。これは午後11時のタイトルアニメに近い。ハット後の2010年代に日テレプラスやファミリー劇場が進め、電波少年を放送する。ありがとうございます。